皆さんこんにちは。食べながらきれいにを叶えるオンライン美中華料理教室エクラシーフを主催しております三村佳代です。今日はせいろで肉の塊を柔らかく蒸し上げるためのポイントについてご紹介したいと思います。で、肉の塊っていうのは大きいですよね。で、それを、調理しようと思うと長時間蒸すわけですね。そして前回ご紹介した蒸すというのは100度の蒸気で熱を伝えていくことでしたね。そうすると肉というのはタンパク質でできていますよね。で、塊ということで長時間蒸すと硬くなりがちなんですね。ですので温度70度から80度に落として少し低温で蒸してあげることで柔らかく仕上げることができます。そのために普段ね、せいろはぴっちりこう蓋を閉めて使うんですけれども、それを少しね、蓋を1センチぐらいですかね、ずらしてこのまま、中火から強火で蒸していただくと、ここから蒸気が逃げて中の、温度が下がってくれます。それによって肉の塊が柔らかく仕上がるので、ぜひねこちら試してみてください。ということで、ご参考になれば幸いです。それでは。